皆さんこんにちは。姫路の台所、姫路中央卸売市場から旬の果物の情報をお届けいたします。今回ご紹介いたしますのはこちら、皆さん大変馴染みがあるだろう果物である有田みかんをご紹介いたします。大事な点、こちら見ていただきたいんですけども、有田ですね。有田とよく勘違いされるんですけども、 D ですので、そこのところよろしくお願いいたします。こちら今箱から取り出しました有田みかんです。有田みかん、皆さん大変馴染み深いと思うんですけども、有田みかんは皆さんのなんでこんなに親しみあるかを言うたら、やっぱり有田の量が一番多いからなんですね。日本一の生産量を誇っております和歌山県、全国の生産量の約1割をこの有田みかんが占めているそうです。有田ではみかんが栽培され始めてから今で大体450年ほど経っている大変歴史がある果物なんですね。何でも昔有田の人で紀ノ国屋文左衛門という人が、こう有田で採れたみかんを船で江戸まで運んで、それ以降江戸の方でもこう有田みかんというものが認知されたという大変有名なエピソードがあります。なぜ有田でそんなにみかんが栽培されているかといいますと、大変みかんの栽培に適した土地なんですね。年間の平均気温が 16.5 度で、年間降水量も1700ミリ、まあ、言われても僕も正直ピンとこないんですけれども、この気象条件が大変こうみかんの栽培に適しているということでして、で他にもこういった気象条件になる理由があって、それがその立地条件ですね。有田川という川が挟んで地面の地質ですね、それがみかんの栽培に適した土壌になっているらしくて、さらに北東南の3方向を山に囲まれていまして、その山のおかげで隣の町では雨が降っているのに有田では雨が降らないなんかの降水量がかなり限定された地域になってまして、でみかんというのはこう雨が降らないほど甘くて美味しいみかんができると言われていますから、そういった意味でも大変適した土地なんですね。みかんの栽培において、まあ、みかん農家さんも気にされることで、僕ら市場の人間も大変気にしていることが台風ですね。こう台風の来る、まあ、8月から10月ぐらいの季節ですね。みかんというよりはもう仕上がりの時期に近づいてまして、ただその時期にこう強い台風が来ると、こうみかんの実がかなりぐれて、まあ、物によって傷ついたり、もう最悪下に落ちてしまって商品にならなくなってしまうので、大変気にしてるんですけども、まあ、有田は比較的こう山に囲まれているという立地条件の中で、まあ、比較的風が弱いですので、台風が来てもまだ日本全国、たとえみかんの品質が悪くなっても有田のみかんはある程度の品質が保たれているわけですね。僕ら一番人間というのは、まあ、この有田みかんとは大変強いつながりがありますので、まあ、僕実際僕なんかも有田みかんの研修で実際和歌山に行ったことが2回あるんですけども、まあ、その作られてるところというのがすごいところで作られてるんですね。こう山なんかで作られている農家さんが多いんですけども、実際その見学に行ったら、正直僕ここで農家したら多分3ヶ月経たんと転がり落ちて怪我するなと思うような、大変険しい山で作られてます。そういった険しい山で作られるから、こう水はけが大変良くて、水分あまり吸い上げない、そして甘いみかんができる、そういう大変な思いされて農家さんに作られているわけですね。みかんといいますと、まあ、一口にみかんといってもその中でも品種がいくつも分かれておりまして、まあ、簡単に言えば最初に出てくるのが極早生みかん、でその後に出てくるのが今これをご紹介している11月から出回る早生みかん、でその後に中手みかんに奥手みかん、それで貯蔵みかんというのもあります。そういうふうに分かれていくんですけれども、まあ、和歌山で特に有名なのはこの早生みかんです。今の時期出回る早生みかんというのが和歌山の中でも特に美味しいと言われています。これからの時期大変寒くなってきまして、まあ、皆さんもこたつ出されるシーズンになると思うんですけども、こたつとみかんといえばやっぱり日本では外せない一つの文化ですよね。有田みかん の, その味についてなんですけども、先ほどから言っているように降水量が少ないから糖度が高いというのは当然あるんですけども、それ以外にも程よい酸味があるんですね。まあ、産地によってこの酸味がほとんどのない産地というのもあるんですけども、有田の場合はこう程よい酸味と高い糖度、この2つが合わさって甘酸っぱい美味しいみかんが出来上がっているわけですね。みかんですので普通に手で剥いていくんですけども、で有田なんですけど、食べるとき有田剥きというのが推奨されてまして、こう最初に皮を剥かずにこう割ってしまうんですね。こういう4等分して食べていくというのが有田剥きの特徴になってまして、あとはもうこの裏皮からこうペロッとこう剥がしていくと簡単に皮が剥けるというふうに推奨されてます。
大変美味しいです。今年これ初めて食べる早生みかんなんですけども、今までの早生みかんより一段と濃い味になってます。ちょっと甘め、高い甘みの中にこう酸味があって甘酸っぱい、何個でもいけますこれ。うん、こたつ入ったらこう 山のようにこう囲持ってもみんなで食べたら一瞬でなくなりますね。ぜひぜひ皆さん箱買いしてください。みかんはやっぱ箱買いするのがお買い得です。みかんの特徴はですね、この1本の中に水分も豊富に含まれておりますし、何より高いビタミン C ですね。これがからの冬の時期、こう家で暖房を焚いたりこたつ入ったりして、こう家の中が乾燥すること多いと思うので、まあ、そのようなと風邪もひきやすいですから、こう水みかん食べて水分補給とビタミン C を同時に取ることで風邪予防になりますし、手で簡単に剥けますので、お子さんなんかでも簡単に自分で剥けます。親御さんがこれ剥いてくださいって言われて、こう面倒くさいことになることもないです。家族がたくさんいる方にこそみかんがおすすめです。ぜひぜひお願いいたします。みかんというのは、まあ、簡単に手で剥ける果物の一つなんですけれども、食べる直前に自分で剥けますので大変衛生的です。で、小学校なんかでもあの学校給食にデザートとして提供されています。なんか何ぼでも食べていいと言われて、こういっぱい食べましたけど、もうお腹いっぱいになりましたね。まあそれでもこう食べていいと言われたらどんどん減っていきますね。やっぱりこうみかん最初の頃と比べるとだいぶ減りました。有田みかん1日にここでニッコニコと専念しておりますけども、ニッコで食べ終わるのはちょっと難しいですね。1日ちょっと5個ぐらいは食べていいですかね。まあ皆さんもぜひいっぱい食べてください。よろしくお願いします。